宮城県名取市。大震災から10年余りが経ち、この浜も少しずつ元の姿を取り戻しつつあります。地元の浜に特別の思いを寄せる大橋信彦さんたちの呼びかけに応え、多くの人がここで浜を守る活動を続けています。それは絶滅危惧種スナガニを調査し保護していくことです。右と左違うのもスナガニ特徴。この場合は右が大きい。これは大きいね。ハサミが少ないですね。震災後再び帰ってきたスナガニは次第にその数を増やし始めています。単品科目というのはカニ類中のジガーミスなんです。ここに研究成果も反映し、一人一人の力が集まってスナガニに優しい環境が整えられていきます。スナガニを見つけただけでこんなにも笑顔に、無邪気になれる。スナガニが逃げる、走る、潜る。スナガニの元気な姿を確かめて今日も一日が終わります。スナガニの見つめる先に、きっと私たちの明日があります。